オッサムです。 オスイイダです骨折が治りませんがイイダ先生は出演していただけております、はい、今月もですねいやいや <laughs> あイイダ康幸先生をお招きしてですねいろんなお話を伺いたいかと思いますちょっと今月はですね最初に私の疑問なんですけれども、はい、エスタブリッシュの人がですねどうもこの主流経済学みたいなこのリフレ派っていうんですか日本ではリフレ派のことがとっても嫌いなんですよねなんでなんですか先生 はい、えー、これはですね、ジョージ・スティフラーというアメリカ、シカゴ学派の経済学者がいまして、彼の主張って面白くて、一見、まあ、インテリの人たちにとっても、その主張は実はその人のインセンティブから出ている。自分にとって有利な説、有利な主張っていうのは、なぜか点が甘くなり、で自分にとって不利な主張っていうのは、意識しないところで点がやっぱ辛くなるんですよね。 でえー、やはりです、ね、日本型あのエリートにとって、うん、デフレ不況は非常にまあ望ましい環境ですしさらにはです、ね、インフレによる好景気というのは、うん、これはあのインフレが需要によって起こされていても現在のようにちょっとコストプッシュ型であってもいずれも日本型エスタブリッシュメントにとってはろくでもないことなんですね先生、全然わからないんですけど全体がよくなっていったら自分も得するじゃないですか。そこが ポイントなんです人々は何から満足度を得るか、うん、他人との比較でですすかねそうなんです、はい、他人との比較において人は高揚を感じるこれはいくつかまあ地域研究がありまして、うん、やはり同じ年収例えば500万にしましまょう年収500万の人が東京都港区に住んでいると大変不幸なんですが鳥取市に住んでいると大変幸福だったりするんですね。 それはあの家賃とか生活費ももちろん違うってのはあるんですけれどもうん、うん、そうではなく周りが金持ちであるっていうのは、えー、人の雇用を著しく下げるんですよ。うん、まあそれでいうとデフレ不況の状態ってどんどん経済が縮んでいきます。うん、経済が縮んでいくからこそ 景気が悪いと、伝統的な大企業、これは資産立地なんですよ。で、金融の心配がないんです。資金調達上の苦労が少ない。そういう企業は生き残りやすいんですよね。うん、で、さらにはですね、こういった状況ですと、大抵あの公的な資金によって需要を支えます。特に衰退産業の雇用を維持しろって言って、政府から金が落ちてくる。 でこれ自体はね、まあ、不況の時はしょうがないことなんですけれども、その恩恵に預かりやすいのは、そういったまあ補助金が落ちてくる業界で、幹部にいるであろう、日本型エリートですよね。えー、高学歴でいい会社に入って、そこでノーミスだった人なわけです。<laughs> はい でそういう人たちにとって私は冷めた社会とか冷たい社会って呼んでるんですけれども動きが少なくてそして周りに金持ってないとか貧乏してるっていう人がそれなりの人数いるこれあまりにも行き過ぎると治安が悪化したり暴動起きたりしてそれはそれで大変なんですけれども、はい、程よく景気が悪いっていうのはある意味適温なんですね。で一方で景気が良くなり始めるとどうなるか。 今、各地域で施工管理の給与がぶち上がってま、まあ、それは建設関係の人、経営者系はとにかく困ってます。一方で、大きく施工管理等の給与待遇上がってってる。うん すごいっそう、はい、あとは飲食店の従業員もどんどん給料上がっていって、でも最高じゃないですか、はいはい、東京都内なんか深夜だと1600円とか普通にありますから、時給、鳥取の飲み屋の女の子より高いじゃないですか、はいはい、実は日本国中で起こっているのは、工場と一般飲食店の給料が上がりすぎて、うん、ガールズバーの求人難になっているっていう。ガーールズバーの求人団 あのもともとスナックとかガールズバーってそんなに時給が高くないんですよ、キャバクラほど。そうすると、それでなんかめんどくさい思いをするんだったら、深夜ファミレスに立った方がいいとか、そりゃそうですね。<laughs> そうなっちゃうんですよ、はい。はいはい、そうなります。はいうん、だからすごいミクロなところで言うと、まあ、そういう比較的未熟練だったり、あとは私、これ、キーワードにしたいのが、職業維新という考え方があります。職業維新ププレレスステテーージジですねプレステージはいうん AV メーカーじゃないですけれども、そのお職業の改装とか、社会における偉さ、うん、これ、意識調査がいくつもあるんですけれども、うん、日本人ってこの職業維新スコアと、どの国でもそうなんですけどこの職業維新と給料が反比例しているときに、すごくストレスフルだったり、おかしいって感じるんです。スストレスなんですか つまりはですね、例えば日本の場合、この職業維新っていうのは、学歴とかなり密接に関連しています職業維新っていうのは、偉いっていう言い方しましたけれども、うん、例えば、すごく大変だけれども、うん、例えば治安のお仕事とか、消防のお仕事、あと保育、介護のお仕事をしてて、偉いって、そういう意味じゃなくて、うんうん、わー、すごいって思うって言ったらいいんですかね。付けってことですよ、ね、そうそうそう、そういう意味の偉いなんですけれども。 これがあのごくごく単純に維新とその職業の平均学歴っていうのがすごく関連してるんですね。うん 海外だとちょっと変わるのは、あとここに軍人っていうのが、またちょっと変わるんですけれども、日、はい、本の場合、かなりこの学歴が効いてくる。だから、そういう人たちにとっては、まあ、何でもいいです。あの、明治大学を出て、会社の経理系の内勤系のお仕事をしている人と、高校中退の飛び職の人で、うんうん、高校中退の飛び職の方が給料が高い状態が、心地よくないって感じたり、うん、または、そう。 社会的で理うと何か間違えてるわあ、そんなのあるんだ田舎住んでるとですね僕らまだ大工のことをね大工さんって呼ぶんですよやっぱ手に職つけてる人ってリスペクトがあるんですよそうやっぱ都会だと違うんですかえ、ただやっぱね日本全体の平均的な方向性ではあってすごく高学歴の人のつく仕事は職業維新が高い傾向があるんですよねそうすると何が起きるかこういっ たあインフレまたは高圧経済状態になると1つはその職業維新スコアと給料の序列が乱れます。儲、はい、かる業界が正しいんですから。そうですそうでですすすすそそ合合ってます合っててまましてもう1つは社会が動く変わる。そうですねどんどんこの賃上げラッシュについてける企業、ついてける業界は生き残り。うん、そうじゃない業界は だだんだんまあ業務縮小してていっ重そうするとジャパニーズエリートっていうのは大抵 1>,、うん、1世代か2世代前の成長産業に勤めることが多いです。これは東京大学の新振りと呼ばれる制度があるんですけれども、うん、進学振り分け。東大っての2年から3年に上がるときに、うん、2>, 2年目までの成績で。うん 希望学科を出して行き先が決まるんですね専門家庭のちなみにあの私がいた文化二類というところはそれがないというので天国みたいなところなんですけれども理系とか文化三類って言われる文学部系統とかそれがあるんですよ、うん、そこで人気になった学科の歴史をたどっていくと見事衰退産業の歴史なん東大生就職人気ランキングトップになった会社業界は10年後縮小していくと。うんうん 勉強になります商品ライフサイクルのー、うん、アーリーアダプターとかありますよね商品ライフサイクルはい、はい、あれでいうところのお、まあ、レイトマジョリティどころか、うん、こいつが流行りに乗り始めたらその流行りは終わりだみたいなところにちょっとあるんですよ高学歴史法って。で、えー、そういう人たちにとって高圧、えーうん、経済やインフレ経済のような動く社会っていうのはまず年長者よりも若い人の方が圧倒的に能力が高くなる社会です。 今の AI にしたって機械学習にしたってうん、うん、あとはまあもうちょっとそのネットそのものへの慣れ親しみ方にしたって、うん、我々すらもうじじいですよ。どんどん若い人はどんどんできるようになってってる。で、うん、フレ不況だったらそして新しい技術が全然導入されない社会だったらそれはねですからその動かない社会って序列の変化が起きない。 ううんうん、うん、序列の変化が起きないってことは今ある程度エスタブリッシュされた人にとってはとっても居心地がいいなるほどそれを私は本能的に感じ取ってるんじゃないかあと思うんです実際ですね成長していた時期の日本を見返してくださいおそらく当初自動車産業に行ったあ人たちっていうのは 鉄鋼や繊維のような花形産業ではないところに生かされたっていう感覚だと思います。あ、そうなんだ。これ、あの、繊維、<ー>そして製糖、砂糖ですね。で、<ー>いで造船、鉄鋼、こういったところが日本の産業の昭和30年代、えー、花形だったわけです。 今言っている成長してた頃っていうのは50年前60年前ですかそ,うですそれぐらいですね <laughs> それぐらいの話ですねはい。はい、で、またですねこれはあよりイストレートに言うと私、うん、まだ98年卒大学なんですけれどもその頃東大生に人気があったまたは銀行の中で最も格上だって言われていたのは 公銀日本工業銀行と、長期信用銀行と、長の商業銀ですね今どうなってるんだと、<laughs> その2つは。<laughs> 影も形もないですね。その頃、証券会社に行く、ましてや外資系証券に行くっていうと、正規化と。 てかむしろ留年してもう一回就活すればみたいな感覚だったんです <laughs> でもこれがやっぱり今外資の証券金融って言いましたけれども世界は動いてたんですよね。<ー>ちょっと前だったらあ 2>, <ー>2万円3万円のお寿司屋にちょいちょい行けてたら相当金持ちだし相当大事でいいお客さんとして扱われたかもしれない。けど今<ー>そんなことないですよね。インンバウンドンじゃないでですけれれどもも、えー、外国人観光客っっと高く買ってくく買ててるまたた日本の中で新しし台頭してきた リッチはもっと金使ってるっていう風になった時にジャパニーズエリートこれってね実はバブルの時も今以上の規模で起きてたんです、うん、バブルの時非常にまあ当時のエスタブリッシュ層にとっては致しかよしだったところがあってはい、はい、どちらかというと下に見てた金融業の連中がバリバリ稼いでるあとはまあ中には本当に怪しい人もたくさんいたんですけれどもはい、はい、怪しい信仰のビジネスで儲けてるやつがたくさんいると。 一方でもちろん景気今より全然良かったんですけれどもいい学歴でまあまあの会社で五十歳で課長になりましたとかまあ部長に手が届きそうみたいな人はそこまでやっぱ相対的に恵まれてバブルの恩恵を被ったとまでは言えないんですよそうすると相対的にあんまり良い社会じゃなかったっていうことですよねこの社会が動き始めるときその社会が動けば動くほど下告状じゃないですけれども下告状が起きたり没落したりするでこのダイナミズ があ実は経済成長の源泉だ、まあ、これはあのちょっと細かな話になりますが、もっと需要が必要ですっていう考え方には、2系統あります。うん、1>, 1つはデフレ不況、つまり需要が足りなくてデフレになっている時に、需要を補ってやる、これを有効需要の原理、うん、でこの有効需要の原理の場合は、パレート改善という改善が発生する、うん、つまりは誰も損してないのに得をしている人がいるという状態になる。うんうん ただこれでもあの相対的な順位とか相対的な格差が縮むので上の方は不満に感じるんだと思うんですけれどもでこういうパレート改善が可能な有効需要の原理に対して高圧経済論っていうのはもうすでに供給能力を超える需要があるこの状態を維持しなきゃいけないっていうのが高圧経済論なんです。で高圧経済論なぜ経済成長に結びつくかこれは転職が容易になるのでみんな今より 稼げるところまたは FRB 議長もやったジャネット・イエレンが強調するのは今より働きやすいと,、うん、というのを求めて人間が動いたり入れ,入れ替わったりするそうするとどんどん人がいなくなって衰退していく産業そして地域が発生するで、えー、その一方でどんどんん発発展していくエリア、うん、地域が発生する、うん、こういった中で、まあ、今さっきは産業の話、まあ、衰退する産業衰退する企業っていう話をしましたが、うん、実は地域についても私同じなんじゃないかと。 産業だけじゃなくて、地域にも衰退と成長があるということですね。やはり稼げるところに人が集まる、伸びるところに人が集まることで、経済は成長できるんですね。実は私が日本経済停滞の大きな原因だと思っているのは、東京の経済成長率って、全国平均以下なんですよこちらが東京都です。低低いいいでですねそうで真ん中より低いぐらいだ これなら話も、これを一人当たりに直すと、はいはい、平均所得の伸び率、東京都は47都道府県中46位なんですね。で、正直ですね、うん、東京より低いの、福井なんですけれども、<laughs> はい、これは2010から2018だっていうことに気をつけてください。はい、あの要はですねあの、原発全部止まってますんで、ちょっと福井が低いのは、これしょうがないっていうか、あのはい、か,かわいそうですね。<laughs> かわいそうな理由であります。うんうん、って考えると、東京、平均で見ると全然伸びてない。うん でさらに、じゃあ生活水準が絶対水準で高いかっていうと、北陸の方が、所得の中央値は高いんですね。うん、なるほどあとはこれ、住居費等を除くと、東京、これまた47都道府県の下位グループになってしまいます。よくないですね、東京。でもまあ、何らしかの魅力があるから、東京に人が集まっていくんだと思うんですけれども。うん 生産性伸びないところに日本が集まってる、うん、だから変な話逆高圧経済状態みたいになっちゃってたんですねこれまで。はい、これをどうやって伸びしろがあったりあとは住居費を除いたいわゆる実感としての可処分所得が高いところに人が移っていけるかそれをどうやって誘導するかっていうのが日本全体の成長戦略としても重要だと思うんです。 先生ちょっといいですか東京ってね例えばコンサルティング業とかサーバーの使用量とかで中抜き的な意味ではすごいお金取ってるじゃないですかはいそれでもこんなに生産性低いんですかなぜかっていうと今バッチリ中抜きって言ってくれたので話がしやすいんですが東京のビジネスというのは日本国内の地域経済から、うん、悪く言うと中抜き 言葉をよくすると、そこへの情報サービスを提供することで食ってる経済なんですある意味、今もそうかもしれないですね、そうです、そうです。そうするとですね、地方経済が儲かってると、東京勝手に儲かるんですよ。客が金持ってるんですから。よくあの産業の川上川下っていう言い方をしますよね。うん、例えば鉄鉱石が素行になって、製鉄になって、うん、鉄製品にって言って、うん、そういうサプライチェーンのようなイメージで捉えると、東京が販売してるものって、 産業における一番川下なんです、うん、でそれがいいとか悪いとかじゃなくて要は客である地方経済が儲かってないと東京儲かんないっていう構造を持ってるんですよだからこそ客が細ってるから東京が儲からないで東京が儲からないから日本が成長しないだったらこれ川上であるいわゆる地方経済をどうやって活性化していくかを考えることが、まあ、日本再生のための。 一番重要な課題だと私は思ってるんですねでもね、最初の話だといわゆる日本のエスタブリッシュの人って、それは許さないんでしょう、全力で足を引っ張ろうとするわけでしょう、はい、ダメじゃないですか。そうなんです都市部サラリーマン一族から都市部サラリーマンになっている人たち、まあ、そういうコミュニティとしては、東京の儲けの源泉っていうのを、いまいち理解できてないんじゃないか、直感的にと。 一方でですね、その東京をが儲かるために、地方が、じゃあ、地方はどこから稼いでるんですかっていうんですけれども、全然稼げてない地方もたくさんあります。そういうところだと、国民の税金が落ちてきて、その国民の税金を東京に払って、東京から地方交付税交付金が下りてきて、それを東京に支払ってっていう謎経済のところもあるんですけれども。うん 例えば北関東3県、北陸、うんうん、中部、中国、四国地方だと岡山、広島、最近注目集めているのは九州北部、直近だと TSMC 北、熊本、こういったところが海外から稼いでるんですね。うんうん、製造業を中心とした輸出産業は海外から稼いでる。それで豊かになった地方経済が東京に貢ぐ。貢がれた東京も今度は貢いでもらう一方じゃなく、今度は税金踏んだくられて、また別の地方に分配される。 っていうサイクルを見たときに、じゃあ、どこが改善できるかっていうところなんですね、どこですか一つは儲けの源泉は結局、製造業が立地している地方の中規模都市圏にあるじゃないか、これが最高ですね、はいはい。そして、いくら税金をつぎ込んでも、全然うまくいってないところが、お金をなくしちゃってる、地方のもう一つの顔ですね、全然成長ファクターを持ってないと、な,るほどなのに、雑利税金だけ食っていくと。 この入り口の地方都市と出口の地方エリアっていうのを改善していくと、だ東京の経済状態ってい、ねはい、うのはそういった日本経済全体の結果でしかないと思ってるんで、うんうん、す。なるほど。受け身の経済構造なんですよ。このお話大体い,い,いろんなところでしていろんなと人が信じてくれないんですけれども、信じてくれない。はい。でも要はね東京が一番成長してるに決まってる。 っていうなんかよくわかんない思い込みがあるんだと思います。えーはい、これはね、えー、ぜひ是正していかなければならないポイントなんじゃないかなと。えーまあ、話を戻しますと、エスタブリッシュド、うん、特に日本的エリートは、経済成長すると序列の逆転が落ちきる、うん、これを適切に察知してるんだと思います。いゃないですよ <laughs> あの人たちにとってはね。例えば、まあ、私だってそうです、私、うん、大学教員としての給料は下がりません。 ずっとデフレだったら、ちょっと前だったら、学生に3000をおごったら感謝されたと思うんですけれども、これからそうじゃなくなっていくと思いますよ。こんな安い酒屋、<laughs> 私来たことないですって顔されるようになると思うんですよ。俺、<laughs> 俺バイト時給1600円なんでみたいなね。で、それがとってもいい社会なんじゃないかなって私は思ってます。ではですね、この偉そうな人とかですね、うん、昔活躍した人のお話はですね、話半分以下で聞いてですね、やっぱりこれから高圧経済で。 これから伸びる人間のことを聞いた方がいいかもしれません、僕かもしれませんよ。ちなみにですね、はい、こちら、鳥取県です、はいえと。平均よりだいぶ低いです。というわけで,です、ね、鳥取県の政治家諸君はですね、えー、しっかりと頑張ってくださいということで、えー、締めさせていただきます。どうううも飯田先生あありりががととごござざいいままししたた